M240 機関銃は、アメリカ軍で使用されている 7.62X51mm、ルナト o 弾を使用する、中量級の汎用機関銃である。基本的には、ナトウカ米国軍が採用している FN マグをアメリカ軍向けに回収設計したもので、他の機関銃と違い、まず同軸機銃として採用され、後に、不評用に採用されたという経緯を持っている。 1970年代から使用され始め、不評部隊、戦車の同軸機銃、車両、ヘリコプター、集停への搭載用まで幅広く運用されている。重量級の機関銃としては、最も軽く、高い信頼性を持っている。また、結果的に、ナト o 諸国との下記の標準化を果たしたこととなり、これらの点が高く評価されている。M240 の正式名は、 シリーズ全体を識別するために割り振られている。しかし、この他にも特殊モデルや同軸基銃モデルが存在する。多数の派生型が運用についているが、大まかには次のように分類される。すべてのモデルは射撃直後に自動分解する金属製 M13 リンクにより 7.62X51mm ナトー弾を球弾する方式となっている。 これらの派生型はすべて機関部が共通となっており、重要パーツすら他のモデルやナトーカ加盟国の FN マグと交換が可能になっている。これらのモデルと M240 の主要な相違点は、重量と若干の特徴である。製造は、武器に関して長い歴史を持つ FN 社のアメリカ市会社で行われている。対戦ヘリ飛行隊 HS-8 の SH-60 回。 シーホーク搭載 M240D で射撃訓練を行うアメリカ海軍の兵士 M240 はアメリカ軍のための汎用機関銃として選ばれサウスカロライナ州コロンビアにある FN マニファクチャリングで製造されている異なる役割のために多数の派生型が運用されているが特に戦車の同軸機銃として使われている M60 機関銃が減貌して使用できなくなり 次第、順次、M240 に交換されていった。M240 は、ベルト球弾式、ガス圧利用式、空冷式、ヘッドスペース固定式の機関銃である。用途により2脚、または、m 1 2 2 a 1三脚で運用されるか、あるいは、車両の同軸機銃、搭載機銃、ヘリコプター用のドアガン、修定用の搭載機銃として使用される。しかしながら、 いまだに M60 が車両搭載機銃、ヘリコプター用、ドアガンとして残っている。1977年に陸軍により、戦車の同軸機銃として初めて使用され、依頼緩やかに1980年代 -1990 年代にかけて各種用途に採用されてきた。以後、陸軍と海兵隊の不評部隊のために、汎用機関銃として採用され、 これらの実績がさらに用途を広げることとなった。どのような用途に対しても、機関部の基本的な機構は同一であるため、従来の各種機関銃、特に M60 に比べてメンテナンスや部品交換に融通が効くこともこの傾向を後押しした。M240 は M60 より、はるかに複雑なガス反動システムを持つが、より低いメンテナンス要件でより高い信頼性を確保している。 他の機関銃と比較して重いこともあり、動作不良発生平均間隔弾数が2万6000発と、古い設計の重機関銃と同程度の信頼性があると実証されている。M240 と M60、およびいくつかの M249 系機関銃は、開発中の新系機関銃に置き換えられる予定である。同様に、FN 社の製品であるソカーム用との、 新 7.62mm 機関銃マーク48機関銃は2006年から特殊部隊で採用され始めている。試験と派生 M240 の採用にあたっては1960年代後期 -1970 年代初期にわたって検討された 7.62mm 同軸機銃同軸機銃更新プロジェクトが発端となっている。この計画は 1980年代から運用する同軸機銃を選定することが主目的であったが同時に不評用途車両搭載用途としても転用できるように考慮したものであった。さらに1990年代 -2000 年代にかけて別の用途にも応用できるように見越してあった。この計画が進行している間、1970年代に陸軍は装甲車、 車両搭載用の新しい 7.62mm 機関銃を探していた。1950年代の M73 はトラブルが多く、これをもとに開発された M73E1M219 は対して改善されなかった。このため他国のいくつかの機関銃を採用することも検討され、最終的には M60E2 と FN マグに絞られた。m を含め、 これらは大規模な射撃試験にかけられた。採用経緯から特に二つの重要な要因が重点的に試験された。この試験の評価結果は下記の通り。注意すべき点は、このリザルトは1970年代に製造されたものの試験結果であるということである。m 百四十自体も FN マグに対して幾分かの改良を施され、m 六十 e にも 同軸基準版に特化された。M60 の性能は、派生型により異なり、改良された派生型。例えば M60E4 や M60C では、結果が異なることが予想される。テストの結果、FN マグノミが完全に要求を満たし、満足できる結果を出して、陸軍のコンペに勝利し、1977年に M240 という名称で正式化された。 1980年代の間に同軸基準と車両搭載用基準を置き換えた。後に不評部隊用に M240by と M240G として採用された。1991年から陸軍の作戦で運用され、また海兵隊においては摩耗した M60E3 を置き換えるために配備された。ただし必ずしも M60 のすべての用途を M240 が置き換えるというわけではない。M240 の元となった 7.62X51mm、NATO 弾仕様の FN マグは、マグ58などの異名を持つ。アメリカで製造された M240 と、その派生型は、マグ58と基本的に同じ性能を持ち、内部機構も同一であるため、NATO 加盟国間で消耗品や、 交換部品を相互に使うことができる。これは、訓練、兵貫、戦術的な融通、共同作戦を行うにあたって、重要な利点となる。例えば、車両が攻撃を受けるか、行動不能に陥り、車両放棄せざるを得なくなった場合、持ち運んで使用することができるように、車両に M240 バイトの予備の重傷と2脚を搭載しておくといったことが可能となる。 1977年に基本型として陸軍により採用された同軸機銃で1980年代を通して M73 及び M2197.62mm 同軸機銃と M8512.7mm 同軸機銃を置き換えた。海兵隊はまず M240 や M240E1 を ラブ -25 走行車の同軸機銃として搭載した。同軸機銃、搭載機銃用の派生モデルに M240C がある。アメリカ海軍のミサイル寿命艦、バンカーヒル艦上で2連装、M240 バイトを用いて射撃訓練を行う乗組員、M240 バイトは陸軍における標準的な中量級機関銃であり、地上戦に使用される。しばしば、 2 4 0ブラボーと呼ばれる。旧式の M60 機関銃を置き換えるため、1991年に行われた陸軍の新不評部隊を、機関銃コンペにおいて M60E4 と競い、1991年に M240 バイトとして正式採用された。このことは、船長近い既存の M240 基本型をオーバーホールを行った上で、 市場専用回収キットを取り付けるために FN 社に送ることに結びついた。さらに、1990年後半に新しい M240 バイトを調達する契約に結びついた。ただし、後期に調達されたものは M60 にも取り入れられた油圧式反動バッファの取り付けが行われている。M240 バイトは信頼性において M60 を凌駕したが、 M60E4 よりも 2.5kg 重いため、前述の通り新しい軽量機関銃が計画されている。陸軍の M240 から M240 バイトへの回収と、海兵隊の多数の M240、M240E1 から M240G への回収とは混同されやすいが別のものである。2016年より陸上自衛隊では、 国産品の調達を休止して、本銃をアブナのように調達している。アメリカ海兵隊のラブ -25 装甲車の砲塔。M240C 同軸機銃とは別に、砲塔上に M240E1 を搭載している。M240C は M240 同軸機銃を逆側から球断するようにしたバージョンであり、電気式トリガーを採用している。 M2 ブラッドレイ不評戦闘車とラブ -25 不評戦闘車 M1 エイブラムス戦車に搭載されている。M240D は2通りの使用法を想定している。航空機搭載用と車載機重要である。航空機版に用意された M240D は全部照準と後部照準、引き金周りがスペードグリップ仕様になっている。車載機重版は 不評傾向キットが用意され、車両が行動不能になった際に、機銃を取り下ろしキットを装着することで傾向し、脱出時、緊急時の火力を上げられるように設計されている。M240E1 そのものは、M240D の回収版で、主に機関部カバーへのピカティニーレールの取り付けが特徴になっている。m d と m e は、スードグリップにより、 柔軟な運用ができる。沖縄のキャンプ運船で三脚装着の M240G を使用して射撃訓練を行うアメリカ海兵隊の兵士 M240G はアメリカ海兵隊が採用した M240 の派生型の一つでありしばしば240ゴルフと呼ばれる。海兵隊では M60E3 を M240G で置き換えている。 海兵隊での M240G の運用は、不評用、車載用、ヘリ搭載用と幅広い。M240G 自体は、車載基準として、最初に採用されたオリジナルの M240、M240E1 同軸基準と同一設計である。M240G 付属の不評蛍光キットは、フラッシュハイダー、全部照準、重心用、キャリングハンドル、 重傷、不評型ピストルグリップ2脚、後部照準アッシーからなる。これらをすべて装着しても、M240 バイトよりも1キログラムほど軽くなる。M240H は M240D の回収型であり、しばしば240ホテルと呼ばれる。機関部にピカティニーレールを取り付け、また、あらかじめフラッシュハイダーが取り付けられているため、 不評蛍光キットの取り付けが簡単になっている。M192 三脚に乗せた M240E6、機関部の材質がチタン合金であるため、色が違う M240E6 は、現在テスト中の次世代バージョンである。基本的な不評用モデルのうち、特に問題になっている重さの問題を解決するために、機関部にチタン合金を使用して軽量化を図っている。 M240 リットル M240 リットルは M240 バイトの軽量単重進化モデル発射可能にするには、まず安全装置を解除し、装填ハンドルを手前に引いて、有 t を交代位置に固定し、装填ハンドルを前に押し出し、安全装置をかける。その後で球団カバーを開き、球団トレーに弾薬ベルトを乗せる。 球団カバーを閉じれば全装填状態となり、安全装置を解除すれば発射可能となる。球団カバーを閉じたまま、団体の初段を球団口に押し込み、その後で装填ハンドルを操作する方法でも装填可能である。射撃が終わった後、傾向のため M240 の弾薬を除去するためには、蒸気の容量で遊程を交代位置に固定し、安全装置をかける。 球団カバーを開け、もし球団ベルトが残っていれば球団トレイから外し、弾薬が薬室に残っていないかどうか、球団トレイと有泳の前面を目視で確認する。トレイ上に球団リンクや空薬莢が残っていれば撤去する。ごく稀なケースではあるが、もしも有泳の先端に実砲が見えた場合は、清掃用ロットか硬いものでゆっくり叩きながら、実砲を取り外す。 もし薬室に実縫が残っている場合、かつ、重心が加熱している場合には、いては、球団カバーが開けられた銃の機関部を直視しないように、顔を背け、発射薬が暴発した場合の被害が最低限に、とどまるよう重心を安全な方向に向け、可能であれば重心が十分に冷えるのを待ってから、実縫を取り外す。あるいは球団カバーを閉じて、安全装置を解除し、 銃を安全な方向へ向け、トリガーを操作して、薬室内の残弾を空打ちするという非常手段もある。発射速度は3段階に調整できる。第1段階では650ないし750発、フンとなっている。ついで第2段階の750ないし850発、フンと、第3段階の850ないし950発、フンである。これらの設定は、 まず重心を取り外し、ガス調整弁を取り外し、レギュレーターを回すことで変更可能である。第2段階以上では作動ガス圧を第1段階よりも高めることができるが、これは射撃や周囲環境によって銃が汚れてきてすぐに清掃できないが、なおも射撃を続けねばならない場合に行う緊急措置と考えるべきである。重心は非常に素早く交換できる。 M240 の弾丸を除去した後、機関部の前方左側にある重心交換ボタンを押しながら、重心に取り付けられたキャリングハンドルを銃の右側から真上に回すと、重心の固定が解かれる。ここでボタンを離し、機関部から外れた重心をキャリングハンドルを使って前方へ引き抜く。次に、新しい重心を差し込んで機関部にセットし、キャリングハンドルを右に倒して、 定位置にロックする。重心をロックする際に、金属音が鳴るが、このクリック音の数が2から7回であれば、重心と優低との位置関係が正常範囲である、ことを示す。発泡が長時間に及んだ場合、剥き出しの皮膚と重心が触れないように気をつけなければ、ならない。重心は熱くないように見えても、第2度の火傷を起こすのに、 十分な熱を持っていることがある。このような重心は暗視装置で見た場合、誰にでも明るく輝いて見える。2002年4月にナティック兵士センターはアフガニスタンでのアナコンダ作戦で M240 バイトを使用した兵士から聞き取った結果を次のように報告している。アフガニスタンの検問所で待機する海兵隊の兵士2005年5月アメリカ陸軍の 歌詞館たちが作った弾薬傾向補給弾システムにアイアンマンシステムがある7 6 2ト、mm、ル弾を500発収納でき M242 球弾するモールシステムのフレームやバックパックなどを使うアフガニスタンで実験的に使用されたありがとうございます